プリンセスだってうんちするんだから。ニコちゃんはプリンセスに憧れているかわいい子猫です。今日は意地悪猫のチー太郎がミコちゃんのお家に遊びに来ていました。ミコちゃんが踊っていることに気づいたチー太郎が、ミコちゃん何してるんだ？プリンセスごっこをしているのよ。ふーん。引き続きミコちゃんは踊っていましたが、うんちがしたくなったのでトイレへ行くことにしました。するとチー太郎が、あー、ミコちゃん、君はプリンセス失格だな。プリンセスはうんちもおしっこもしないんだぜ。見たことあるかい？プリンセスがトイレへ行ったところを。見たことない。だろ、プリンセスに憧れてるならそこまでしないと。そしてミコちゃんはうんちを我慢しました。うんちのことを忘れてプリンセスごっこをしていたミコちゃんですが、今度はおしっこがしたくなってきました。しかしチー太郎の言ったことを思い出し、ミコちゃんはおしっこを我慢しました。もじもじもじ。おしっこを我慢しているミコちゃんは落ち着きません。ミコちゃんはプリンセスじゃないんだから、おしっこしたっていいんだよ。お兄ちゃんのミースケが話しかけます。いや、私はプリンセスだもん。おしっこもうんちもしないもん。そう言った瞬間、ミコちゃんはじゃあおしっこが出てしまいました。ミコちゃんがしくしく泣いていると、ミコちゃんのプリンセスパンツのプリンセスが姿を現しました。皆さんこんにちは。皆さん勘違いしているわ。私はうんちだっておしっこだってするの。お尻をきれいに拭いて、手もきれいに洗って、そしてトイレをいつもきれいに保っているの。皆さんもそうでしょ？するとチー太郎のプリンスパンツからプリンスが姿を現しました。チー太郎くんはもう少しきれいにお尻を拭いた方がいいかもしれない。ミコちゃん大丈夫よ。私たちもみんなと同じ、うんちおしっこするんだから。ミコちゃんもいつも通りしてね。そうしてプリンセスとプリンスはパンツに戻りました。ミコちゃんはうんちおしっこをするためにトイレへ行くようになり、チー太郎はきれいにお尻を拭くようになりました。おしまい。